呪いだとしても私を救いたい認めるなんて潔いね。でももしその曲を聴いてもきっと変わらない。少し救われてまた消えたいって思いが強くなるだけ。だからもういいの、放っておいて。ユキ、ふざけないでよ。え、エナナ、どうしてここに。そいつに、ユキに一言言いに来たの。自分を探せないとか、消えた方がいいとか、ぐちゃぐちゃ言ってるそいつが心底ムカつくから。なんなのあんた。なんであんたは私の欲しいもの持ってるくせに消えたいとか平気で言えるわけ。何言ってるの。私は何も持ってない。ずっと何もない。私にとってはそうじゃないって言ってんの。あんたは持ってる。あんなにすごい作品が作れる。あんたの作品を待ってて期待してくれる人だってたくさんいる。腹立つぐらい才能がある。私が欲しくてたまらないものをあんたは持ってる。あんたの曲が頭から離れないの。あんたみたいな勝手なやつ大っ嫌いなのに、あんたの曲はもっと聴きたいって思ってる。嫌いなのに心のどこかでユキに消えてほしくないって、もっとユキの曲が聴きたいって思ってる。だから消えないで作りなさいよ。才能があるなら才能がない人の分まで苦しんで作りなさいよ。消えるなんて絶対に許さない。私の曲がすごいかどうかなんてそんなのどうだっていい。私が欲しいのはすごい曲じゃない。誰かの称賛でもない。私はただ見つけたかっただけ。でもそんなの無理だって分かったからもうどうでもいいの。あなたには分からないかもしれないけど。ユキ、あんたね。そっかそっか、僕はユキの気持ちちょっと分かるな。アミヤ、ほら、天才だろうがお金持ちだろうが可愛い子だろうがきついことってあるし、ユキがどんだけすごい曲作れても一番欲しいものが手に入らないならユキにとっては意味ないと思うんだよね。だから僕はユキが消えたいなら好きにすればいいと思うよ。僕たちがいろいろ言ったところでユキの問題はユキにしかわかんないんだからさ。なら、でもさ、なんとなく僕たちって似てるような気がしたんだ。周りに少しずつ自分の形を変えられそうになってるところとかさ、それに抵抗したり受け入れたりして、そうやって必死になってるうちに疲れて全部どうでもよくなっちゃう。そんな感じが似てるなって。あんまりこの気持ちを分かってくれる相手っていないからさ。だから僕はユキがいなくなったらただ寂しいって思うよ。勝手なことばっかり、勝手に嫉妬して勝手に共感して勝手に救おうとして、やめてよ。もう十分でしょ。私は
消えたい。それが私の本当の思いなの。ユキ、それでも私はユキを救いたい。もう疲れたの。希望があるかもって、まだ見つかるかもって思うのが、だったら最初から見つからないって思えてた方が楽だった。だからもう救われるかもなんて思いたくない。もう疲れたの。探しても見つからなくって、また探して違うって絶望して、もうこれ以上どうしようもないじゃない。私が作り続ける。この曲でユキを本当に救えなかったとしても、救えるまで作り続ける。ユキが自分を見つけられるまでずっと作る。何言ってるの。ずっと作る。お父さんの呪いだとしても、私はもう、私の目の前で誰かが消えるのを見るのは嫌なの。でも K だって本当は消えたいんでしょ。うん、そうだよ。だからもし私が絶望して消えそうになったら、その時はユキがまだ見つかってないって言ってくれればいい。そう言ってくれたら私はずっと作り続けられるから。何それ、自分が何言ってるか分かってるの。そんなのもう一つ呪いを増やすようなものじゃない。私が私を見つけられるまで K はずっと曲を作り続けなくちゃいけない。それは、うん、分かってる。どうしてそこまで。それは私のただのエゴだよ。どの道私はずっと曲を作り続けなくちゃいけない。だからユキの分が増えたってなんでもないよ。わからない。見つかるまでどれだけかかるかもわからない。見つからないまま終わるかもしれない。それでも本当にやるの？うん。そんなに必死になってバカみたい。ならもう少しだけ探してみるよ、ユキ。本当にずっと作り続けてくれるんだよね。うん、大丈夫だよ、ユキ。絶対にいつか救ってみせるから。はあ、なんとかなったのかな。それにしてもほんとめんどくさいやつ。まあまあ、でもよかった。エノノンもそう思うでしょ。そうね。そういえばオウンの曲全部聞いたよ。そう、やっぱり全部ユキがいた。ユキの音がしたよ。そっか。今度教えてくれる？
え？私の音ってどんな音か。よかった、本当の思いを見つけられたんだね。これでやっと一緒に歌えるね。本当の思いから歌が生まれようとしている。ほら、何か聞こえる？もしかしてこれがミクが言ってた、この歌が私の本当の思い。でも私はまだ何も見つけられてないのに。真冬は見つけられたんだよ。世界が、そして歌がここにあるのがその証拠。ここに私の思いが。だから一緒に歌おう、ミク。ありがとう。さあ、5人で歌おう。え？なんで私たちまで？本当の思いは、あなたたちがいなければ、見つけることができなかった。3人とも、ここに来てくれて、ありがとう。別に私は、ユキに文句言いに来ただけで。来てくれてありがとね、エナナ。アミヤに言われるとイラッとくるんだけど。ひどい。さあ、歌おう、ユキ。そうか、私、見つけて欲しかったんだね、ミク。いつの間に。戻ってきた！みんないる？うん。ちゃんと戻ってる。ユキは？いるよ。ユキ！そっか。よかった。ああ！ねえねえ、共有フォルダ見てよ。うるさ。気
急に叫ばないでってば。共有フォルダがどうかしたって、アンタイトルのファイル名が変わってる？悔やむと書いて未来。ミクは本当の思いを見つけたら思いから歌が生まれるって言ってた。じゃあこれがさっきの。うん。何にしてもこれで一件落着ってこと？はあ、疲れた。ユキのせいでほんと大変だったとかなんとか言ってわざわざ駆けつけたくせに。だからそれはユキにムカついてたから、はあ、今もほんとムカつくけど、でもまたよろしくね、ユキ。うん、おかえり、ユキ。もう朝になるから解散しよう。早めに休んで、また明日から次の曲を作り始めたい。そうだね。あと実際すっごい眠いし。それじゃあ。あ、ちょっと待って。どうしたの、アミア。あのさ、僕からちょっと提案があるんだけど。お父さん、おはよう。今日も寝てる。あのね、お父さん、いいことがあったんだ。私に少しだけ似てることであって、その子のために曲を作ったの。その曲は聴いてもらえなかったんだけど、でも代わりにその子は大切なものを見つけられたんだ。本当の思いと本当の歌を。私はまだ私の曲で誰かを救うことはできないけど、でも作り続けるよ。だからお父さんにもいつか聞いてほしいな。この後予定があるから今日は帰るよ。またね、かなで。え、お父さん今。あ、寝言なんだ。でも名前呼んでもらえたの久しぶりだな。お、来た来た、こっちこっち。遅れてごめん。大丈夫、まだユキは来てないし。ホームルームが長引いたって連絡が来てるからもう少しで来るんじゃないかな。そっか。それにしても昨日ぶりなのにリアルで会うのは初めてなんだよね。ちょっと変な気分かも。まあでも世界で会ったのはちょっと別っていうか、二人とも実在してたんだなってやっと実感できたよ。すっごく不思議な気分。実在って水木は私の写真見てるでしょ。まあそうなんだけど、やっぱり本物と会うと印象違うっていうか。へえ、どう違うの。そうだね、エナなんて写真撮るときはやっぱフィルターかけまくってるんだなって。はあ、ごめん、お待たせ。ユキ。大丈夫、全然待ってないよ。みんなまだ注文もしてないし。そう、よかった。隣座っていい？あ、うん。
それじゃあまずは自己紹介タイムからいってみよう。僕は秋山瑞希だよ。瑞希って呼んでね。はい、次エナナ。はいはい、東雲エナ。なんか改まって名乗ると変な感じだね。あ、名前知った後もそっちで呼んでなかったしね。これからは名前で呼んじゃおっと。じゃあ次は宵崎かなで、ユキは。朝日奈、真冬。真冬だからユキって名前だったんだね。これからもよろしく、真冬。うん、迷惑かけてごめん。ねえ、それ本当に悪いと思って言ってるわけ？どうなのかな、自分でもよくわからなくて。何それ、散々振り回したんだからもうちょっと反省してほしいんだけど。多分反省してると思うよ。あんた、もしかしてこれからずっとこんな感じなの？あー、はいはい、注文しよう注文。僕もうお腹ペコペコ。ほら、エナは何にする？はあ、私お昼遅かったからチーズケーキとアイスティー。私は何でもいいかな。何でもよくても決めてね、真冬。K はどうするの？私はこのワンタン麺にする。あとウーロン茶。じゃあそれと同じで。じゃあ決まりだね。注文して乾杯しよう。え、乾杯って何の？ニーゴの初オフ会記念に決まってるじゃん。そのためにみんなに集まってもらったんだし。お、二人ともこんな感じのテンションでも大丈夫？うん、居心地は悪くない。私も。あ、ありがとうございます。ウーロン茶が奏と真冬で、アイスティーがエナで、みんな飲み物持ったね。それじゃあ25初オフ会を祝して乾杯。乾杯ってテンション高すぎでしょ。もう今日はこんなところかな。そろそろ寝よう。あれ、ナイトコードの通知、 DM、 ユキ、真冬から。起きてる？起きてるよ。 K が作ってくれた曲聞いた？聞いてくれたんだ。どうだった？返事来なくなっちゃった。寝ちゃったのかな。今はまだ私の曲は真冬にとって足りない。でもいつか。え、奏で、見つけてくれてありがとう。真冬、私の方こそありがとう。見つけてもらえてよかったね。